でも高田さん最初は劇団からですよね。完全に俺は違うよ。あの劇団若草だよ。若草もう一個なんか子供の劇団なかった？いろは。いろは劇団いろは。いろは。高田さんあの作品の中でこの監督面白かったなとか、この人不思議な監督だったなって言います？俺映画そんなにやったことない。やってないですか？でもドラマ出てたじゃないですか。なんか松竹にね、山根なんとかさんってね、はい、早撮りのいましたね。山根さん聞いたことある？そうそう。ほんで少しぐらいマイクが見えて、ああマイクが見えるから出て、一度じゃあどうぞ OK。 そういましたいました。時間をね短縮してやるときは皆さんその山根監督に頼むんだって。ああこれすごい人がいるなっていうね、僕村川監督はね一緒に仕事したんですけどね、うん、あの人ね怒り方が独特なんですよ。そうだね。で下手な人がいるでしょ、うん、そうすると、あいどこで習ってきた、劇団いろはかって言うんですよ。必ずすっげえねその劇団上がりの、ね、芝居が嫌みたいで。ああでもね村川監督はかなりねビシッと言うんで、特に女優には厳しいけど、初めての、はい、そのセリフは先分かってて言ってるよなとか、まあ何かしてつけようとかいくらでもつけられるんだよね、はい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 、でバシャバシャ言ったらその女優がその次のシーンでカラッとカッていい芝居してる。お一言でやるもん。おお、すごい長ゼリフなんだけど、うまいのがやっぱいるよね。俺なんかもう3行以上今覚えられないから本当覚えられないですよね。セリフ作らないでくれって言ってる。他いますか監督、面白い人はいりゃいいんだけどね、すごいね。意外と監督は知らないんだな。あ、そうですか。うん、俳優さんも知らないけどね。あと女優さんで面倒くさかった人とかいません？女優あのなんか自分のタイムを取る人いるじゃないですか、うん、1時間ぐらい出てこない人。俺あんまり女優とかそんなねえんだよな。ないですか？どういうわけか。あ女優でも今まで綺麗な人ってほとんど記憶ねえからな。テレビドラマでもいいの？あ、そうです、もちろんもちろん。テレビドラマで昔あの久世照彦さん、あ、久世さん TBS の、 TBS の、はい、で僕が時間ですよの人、そうそう、はいはい、ある女優さんとラブシーンが、はい、あったんだけど、なんか胸ぐらいはもしやりあったら、まあ、見せてほしいみたいなこと言ってたんだけど、はい、嫌だってした、はい、脱ぐ脱がないって話した時、久世照彦が、ああ順次、じゃあお前ちょっと布団の中で全裸でいいから待ってろって言うのよ。全裸でいいから待ってろって言われて、でも偉いから久世照彦さん、その前に、まあ、昔 A カップ C カップってので一緒に世話になったから、はい、しょうがない全裸で待ってたんだけど、なかなかさ、はい、相手の人が、はい、運しなかった。あで結局あのガムテープ貼って、ガムテープの後を軽くこすってるようなそんな形しか できなかったんだけど、その時の久世照彦さんってのは一人一人が最高級のものをなんか持ってきたいのよ。例えば軽くあの音声を出すだけでも音声で有名な人みたいな、あちょっとした芝居でも、エキスパートみたいのをいろいろ使っていく人だったから、まあ、脱いでくれればよかったんだろうけどね、その人はね、あんなところで別にパンツに全裸で待ってたって別に興奮してね勃起するわけじゃねえんだからさ、あんまり関係ねえとは思ったんだけど、それほど言えない、あのそれほどの男だったってことでごめんね話が。そんな演出する人もいたんだ。演出家はねちょっと言ってるのが多いよな。あすごい。だからやっぱ我々は監督に対しては言えないじゃない。いやそうですよね。周りの人が言ってくれればいいんだけど、ここのところはちょっとなかなか言えないからさ、はい、難しいところなんだよね、はい、映画もやってるんでしょ。映画撮りました最近。いや9年前。あそう、はい、なんていうの。騒音っていうんですよ。地下鉄の工事がうるさい、騒音がうるさいからって、うん、地底人が出てきて、うん、その地底人と戦う親父たちっていうのが、うん、温水さんと村松俊文さんと、うん、酒井俊哉さんっていうものすごい人、面白い親友だね。そうです、親友の人たちだね。 それに飯尾和樹と岩井ジョニオの5人で戦うっていう、あ撮ったんですよ。その人生はいいけどストーリーがどうかな。そうなんですよ。ストーリーが全然面白くない。全然びっくりしましたよ、当たんなくて。映画って厳しいなと思いました。でもその人たちを使えばなんかさ、腕がある人って言うけど分かるけど、相当面白いの作れそうだけどね。いやこれはね難しかった。そんだけ揃うのも珍しいからね、だからその3人が OK してくれるかどうかまずオファーが大変だったんですけど、そうだよ、ね、2人 OK してくれたんですよ。あやっぱ出たいと思ったんだね。っていうかあの3人そんなに共演したことないらしいんです、3人では。ああそうなの。村松さんと温水さんとか
酒井さんと温水さんはあったらしいんだけど、うん、この3人が一緒っていうのはなかったらしいんですよ。あ、だからそれ意外と合わないもんなんだよね、だから一人でいいんですよね、映画にそれ。あ、大体そうか。そう、僕3人集めちゃったから。あららら。え、監督も？監督やったんです。すごいよ、監督やったの。はい。役者では出ないの？あの、ワンカット出ました。あ、ヒッチコックみたいじゃない。そう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 。僕は本当は出たくなかったんですよ。もう余裕なかったんですよ、監督やってるから。ところが作家が、いや、ちょっと出なきゃダメですよって言われて、医者のシーンで出ました。いや、いや、それは素晴らしい。監督なんて俺、できるんだったらまだ俳優の方がいいな。で、医者、そう、なんかね、それも品種買ったのがある。その医者の話題をしてんだけど、その医者は、この県内では3本の指に入る医者ですかっていうさ、はい、セリフを、あの、その医者は、あの県内で3本の指が入る医者ですかって言ったんですか。そしたら、いや、言ったら、いい加減にしろよって言われて、1日違うだけでどんだけ違うんだってだから、おかしなもんだよね、変に何でも、アドリブを嫌う人もいる。あ、いますよね。そのいる監督によっては、そうそうそう、そう、作家のもう一言変えないでくれる。あ、いますね。だから人によってはさ、こうポケットに手を入れるなって人もいる。あ、手ってほら、あ、やりようがないじゃん。そうなんですよ。ほんでポケットに手入れるとね、形になるのよ。そうなんで、それは手を入れるなって、まず監督、手どこ行ってよ、これブラッとするでしょ、これ 踊ってもいけねえしさ、意外と手の位置はね、難しいの。難しいんですよ。だから組むとかこれするって、はい、ポケット入れると楽だから、はい、今最近はないけど、タバコはダメだって。あ、タバコ吸ってるとなんか持つんですよ。持つ、はい、逃げ場になる、はいはい、でそれもダメだっていうね、監督がいたよ。だからね、でギャンもそんな言わないでしょ、そうするとかなりね、俺なんかただ立ったままになっちゃうから。助け放題な、似たようなこと言ったらいいよって監督もいるし、これなかなか難しいよね。難しいです、ね、監督によってもいろいろあるからね、だからもう俳優さんだと自分の役にこう追い込んでいく人もいるしさ、いろんなタイプいるからね、うん、まあ俺は、追い込む、いや、あのタイプじゃないっていうのはもう重々分かってるでしょ。そうか、監督やってたか。一回やったんですよ、これ。監督は大変そうだよな。大変とか全部見なきゃいけない。そうなんですよ。でもやっぱりね、温水さんとかね、酒井さんとかね、村松さんね、今までは見てるだけだったんですね、あの好きで、うん、ところが監督になると責任があるじゃないですか、そのちょっと違う目で見るよ、そう、画面ででグーッと見てたら、ね、本当にうまいのね。あ、だからだから生きてきたんだなと思って、 あんな長く、すごいな、めちゃくちゃにうまいですね。まあ芝居うまい人いるからな、俺も芝居は自分でうまいと思ってるんだけど、セリフが覚えられないからなあれ不思議ですよね。僕ね、コントは覚えられるんですよ、動きながら稽古すると。ところがね、台本もらうとね、全然覚えられないんですよ。まあ嘘言うからね。ああ、芝居は、あ、警察なんで、警察に返してる言葉なんか全然覚えられないね。はいはい、全部が全部嘘だから、嘘を本気っぽくやるわけじゃない、はい、あの死んでる芝居なんて、その本当に死んでるわけじゃないじゃない、はいはい、だから僕なんかも、あのほら、戸塚さんの高橋さんなんかでやったの、はい、あれも必ず列車使って人が死ぬじゃない、はい、ストーリーは、ええ、これ列車使ってそのままだったらただの観光旅行になっちゃう。そうそうで現実的に死ぬシーンにあったわけでもないじゃん、はい、そんな死体も見たことないから、はい、で結局まあ嘘を、はい、驚きもさ、はい、やるんだけど、それがどんだけリアルにできるかっていうのも難しいところあるよね。列車のね、高橋英樹さんなんかやる時でも殺人もなくいろんなところに行ったら楽しいなと思ったんでそれだと見ないんですよね。見ないよ。見ないんです。殺人、人を殺されて見ないんだよね。そうなんですよ。弱っちゃうよね。この間僕は NHK にね、あの、うん、朝ドラ出たい出たいって言ってたらね、うん、夏空のあのすずちゃんの婚約者のお父さんの役で1話だけ出たんですよ。いいね、そんな話俺なんか何にも来ないよ。で、うん、一緒に食事するシーン で、うん、で僕は考古学者なんですね。考古学と歴史学の違いをこのすずちゃんに延々喋るんですよ、飯食いながら。変なお父さんっていう役だったんですよ、うん、でも考古学 の言葉とか専門用語、いや覚えらんない。もう1週間かけてやっと覚えて、パッと OK ですって、やったっつってオンエア楽しみに来たら、すずちゃんのナレーションにかぶってて、俺の声ほとんど聞こえない
自分で真面目にやってるシーンを全部ナレーションでさ、ごまかされちゃうと決まるからね。そうなんだよ。厳しいなと思って。演出こと編集に携わらないから我々ね、うちなんかもほとんどロケ多いから必ず生じゃないから編集あるじゃない、うちらの好みのギャグと編集する人のあれが違うから。そうですよね。いらないなってこれはってあるからね、きついところがあるよね。時々会うディレクターも、これ使ってくれたのか、会うディレクターもいるけど、あとはほとんどお任せだから。そうですよ ね。あれ自分でやりたいですね。自分でそう、自分でやって高橋さんのセリフ全部なくして自分でやって視聴者から文句高橋さん出てるだけで喋ってないけど何だっつってだからそうもいかねえからな。そうなんですよねだからロケのやつなんかは自分でやりたいですよね。あの面白くやったやつなんか、やったやつなんかはね。そこはある。そう、これだけは使ってほしいっていうね。そう、それが切られてるとがっかりしますよね。だよな。あれ渾身のギャグがなくなってるわって言って。だから難しいよね。我々はしょうがない、そういうところじゃ商品だから、同じ商品が文句つけられないじゃない。そうなんですよ。だからまあ、確かに戸塚も高橋さんのセリフが全部なかったら全然いいのストーリーが分かんなかったもう十分喋っていただいて、もう最高でしたよ。このところでもね、関根さんのことをカットして俺だけでいいからね